過ちが暗黒から魔人を呼び出した。世界は闇に包まれ、人は生き絶え、王国は滅んだ。だが暗黒と対すべく勇者たちは立ち上がった。英雄たちは長き死闘の末、ついに魔人を地の奥深くへと封印した。かくて世界は光を取り戻した。生き残った6人の英雄は各地へと去り、新たなる王国が生まれた。それから34年、アレクラスト大陸の南に位置するこの大地を人はこう呼んだ。呪われた島ロードスと。という名の島がある。アレクラスト大陸の南に位置する辺境の島で、人は数多の魔獣が救うこの島を呪われた島と呼ぶ。そして今この島にかつてない戦乱の嵐が吹き荒れようとしていた。ロードスの南東、暗黒の島を領土とする小国マーモの皇帝ベルドが隣国カノンに向けて侵略を開始したのである。カノンもまた軍を率いてこれに対抗したが、マーモの闇の力を前にただ敗退を繰り返すのみであった。その頃、島の北東の外れザクソンの村に熱き志を抱く若者たちの姿があった。なんだって、マーモ軍が？うん、カノンの首都に迫っているそうだよ。カノンが征服されるのも時間の問題だという噂さ。そうか、俺はこれから旅に出る。人間としてマーモの非道を黙って見過ごすわけにはいかない。俺がベルドを倒してやる。止めるなよ、止めやしないよ。僕もついていく。まったく、いつだって無茶なんだから。友人として見過ごすわけにはいかないからね。Thank you.
しに来たの？ああ、ゴブリンを退治にさ。あなたたちが？いいわ、私も付き合ってあげる。ダメだ、君のような女の子まで危険に巻き込みたくはない。あ、そう。じゃああなた、ゴブリンがどこに住んでいるか知ってるの？騎士様、森に詳しい道案内はいりませんか？お役に立てると思いますわよ。なるほど、ロードスを平和に導くために旅を。いいでしょう、私の知識が世のためになるのなら喜んで力を貸しましょう。スレインか、お前がこんなところに来るとは珍しいな。一体どうしたんじゃ。義務こそどうされたのですか。何、わしはちょいと旅に出ようと思ってな。そこにいるニースの娘レイリアが行方不明になってしまってな、これから連れ戻しに行こうと思っていたところじゃ。なあ、それなら俺たちと一緒に行かないか。ドワーフと一緒に？冗談じゃないわよ。リード、俺たちはマーモ軍の非道からロードスを救うために旅立とうとしていたところなんだ。今時珍しいまっすぐな心を持った若者じゃな。わしは構わんぞ。そこのエルフよ、わしらは魔人との一戦以来お互いを認め合うことにしたのではなかったかな。そうね。ありがとう、ジム、リード。運命の糸に導かれ共に旅立つ若者たち、しかし彼らはまだロードスに潜む闇を知らない。マーモ軍は破竹の勢いでカノンの軍勢を破り、ついにその首都シャイニングヒルを陥落させた。カノン滅ぶの情報は瞬く間に島中を駆け抜け、暗黒皇帝ベルドの名を恐怖をもって人々に知らしめた。全くついてねえ、困ったもんだぜ。
せっかくいい儲け話が転がり込んだってのによ、どっかに腕っぷしの強い戦士でも。やべえ、どうや、本領発揮じゃえ。おお、こりゃおあつらい向きだぜ。ちょっと利用してやるか。よっ、あんたを騎士と見込んで話があるんだが、聞いてもらえねえか。ん、誰かと思えばこそ殿か。ああ、そんな奴を相手にすることはないぞ。そうかい。このアラニアが滅ぶかどうかっていう大事な話なんだけどよ。どういうことだ。いや、実はな、アラニア国王の暗殺を目論む奴らがいるらしいんだよ。なんだって。俺はそいつらの隠れ家を見つけたんだが、とても一人じゃ危なくて忍び込めそうにね。そこでだ、キッサ、あんたの力を借りてえのさ。わかった、そういうことなら力になろう。そうこなくっちゃ。俺の名はウッドチャック、よろしくな。この紙には魔法がかけられているようですね。私がやってみましょう。魔力の根源たるマナよ、万物に封じ込められ自然のなる力よ。これは、国王陛下の暗殺を企んでいたのはマーモの奴らか。すぐにでもお伝えしなければ。どうやって、一国の王がわしらのような冒険者に会ってくださるわけがなかろう。おう、それならいい方法があるぜ。近々城で開かれる舞踏大会に出るんだよ。そこで見事優勝すりゃ王様にお目通りが叶うって寸法さ。泥棒にしてはいい考えね。ふん、どうせ王からの褒美が目当てじゃろう。ともあれ、それ以外に方法はなさそうだ。舞踏大会に出場するぞ。
皆よく検討してくれた。褒めて取らすぞ。恐れながら陛下、これを。これは陛下、マーモはこのアラニアをも戦火に巻き込もうとしております。何とぞロードスを救うために。何を言うか。このアラニアがマーモになるぞ。まあよい、この功績に対しては褒美をやろう。それと国境を越える通行許可証も使わす。受け取るがよい。俺たちを厄介払いするつもりか。
あれはバリス軍の聖騎士です。助けるんだ。お目覚めのようね。お前は。安心なさい。あなたたちを殺すつもりはないわ。私にとっては大切な客人なのだから。俺たちをどうするつもりだ。あなたたち6人を腕の立つ冒険者と見込んで話があるのよ。どう？私の仲間にならない？ふざけるな。誰がマーモの手先になどなるか。マーモ？私はマーモの手先などではないわ。私がベルドに組みしているのはある目的のため。まあいいでしょう。しばらくそこで考えることね。ねえ、これからどうするの？決まってるさ。ここから脱出するんだ。似ている。私はバリス王ファーンの娘、ティアンナです。助けてくれてありがとうございます。お礼になりそうなものは今は持ち合わせていませんが。いえ、あなたの微笑みこそが最高の宝物ですよ。あなたはバリスの司祭様。ああ、私の祈りがバリスの神に届いたのですね。パリス人はいつでも困っているものを見捨てはしません。私どもと一緒に参りましょう。ありがとうございます、司祭様。はあ、やってらんねえぜ。シャパーンとは君か。ん？ファンをいかがなされました？モスに
マーモの手の者が向かったらしい。では誰かをその調査に向かわせねば。ファンを、私はその役にパンを推薦します。わしからも頼もう。どうだパン、引き受けてはくれまいか。かしこまりました。その役喜んでお引き受けいたします。
陛下お下がりください。ここは私が。偉大なる傭兵をカシュー・アルナーの陛下、寝首をかかれぬよう注意するのですね。
刃物沙汰を起こすでない。安心なさい。ここであなた方と争うつもりはないわ。話す機会が欲しかっただけ。話は以前言った通りのことよ。あなたたち私の仲間にならない？黙れ！誰が人殺しの撤退などするか！それじゃああなたが腰に刺しているものは何？果物を切るナイフだとでも言うつもりかしら？私はロードスの平和のために尽くしているのよ。争いのない世界は一見安定しているように見えるわ。でもそれは所詮見せかけだけのもの。将来その安定が破れ去る時には恐るべき破壊が起こることになる。わかった？歴史の天秤が絶えず揺れていてこそ平和は保たれるものなのよ。それでこの戦争を仕組んだってわけか。ふざけるな！一人の人間が破滅の運命を決めることはない！そう、話し合いは無駄に終わったようだ。では私は失礼するわ。待て、レイリア。レイリア？
私はカーラ、歴史の天秤を揺らす者よ。お前たちはなぜわしがカーラと会っていたのかを疑問に思っているであろう。お前たちの問いに答えてやらねばならぬな。まず何から答えればよいかな。ウォート、あなたに尋ねたい。なぜカーラがあなたの元を訪れていたのですか。驚くのも無理はない。わしとてお前の立場にあったなら同じ疑問を抱いたであろうからな。カーラがここへ突然ふらりと現れたのは、そう、つい数刻前のことだ。それまで30年以上の間、わしとカーラは一度とて再会したことはなかった。カーラは言った。もうすぐここへ6人連れの旅の者が来る。自分はそれに会いに来たのだと。カーラがなぜお前たちと会いたがっていたか、その答えはおそらくお前たち自身は知っているはずだ。俺たち自身が？それはどういう意味ですか。答えは自分で探すのだ。カーラがお前たちに何を望み、そしてお前たちはそれにどう対すべきかを。他に何について答えればよいかな。あなたとカーラとは一体どのような関係なのですか。答えていただこう。わしとカーラはかつて同じ仲間として戦ったことがある。今のお前たちのようにな。今から34年前、あの忌まわしき魔人戦争の時だ。私も聞いたことがあります。地上によみがえった魔人との戦い、それは熾烈を極めたものであったとか。そう、かつての神々の戦いにおいて闇の側についた魔人がこの地によみがえった。魔人はあまたの魔物を率い、この島に破壊と殺戮を撒き散らしたのだ。我ら人、エルフ、ドワーフらは共に手を取り、これと戦った。戦いは長きにわたったが、それでも我らは魔人に屈しようとはしなかった。皆勇ましかった。白き鎧の騎士ファーン、傭兵時代のベルド、マーハの神官ニース、そしてカーラ。カーラはその魔力で襲い来る魔物たちを次々と倒していった。ではカーラは何の理由があって魔人との戦いに力を貸す気になったのでしょうか。カーラはお前たちに言ったな。自分はロードスの平和のために尽くしているのだと。あやつはロードスに強大な力が現れることを意味、常にそれを食い止めようとしておるのだ。確かに魔人の復活は強大なる力の出現に他なりません。そして今もあやつはロードスの統一を妨げるべくマーモとバリスを戦わせておる。もともとカーラは500年前に滅んだ古代王国の人間であった。その古代王国は増大しすぎた魔力によって崩壊の道をたどったのだという。そしてあやつは考えたのだ。統一は破滅へと向かう暴走に過ぎないのだと。故にカーラはこの500年の間ロードスの歴史の中で暗躍し、統一されないための争いを繰り返してきた。500年ですって？人間がそんなに長い間生きていられるはずがあるわけないでしょ。確かに一つの肉体に縛られる人間ならば500年もの歳月を生き延びられるはずはない。あやつは他の人間の肉体を乗っ取ることでその意識と肉体を維持する方法を実行に移した。その手段としてあやつは古代の魔術で
自分の意識のみをサークレットに封じ込めたのだ。サークレット、そいつがカーラの正体だってわけなのか。お前たちも見たであろう、カーラを名乗るあの娘の額についていたサークレット。サークレットであるカーラは他の人間の精神を乗っ取ることで自らの意識を維持する。皮肉なものよ、今の体がよりにもよって自分のかつての戦友の娘のものだとはな。今のカーラの体は34年前わしらと共に戦った仲間ニースの娘レイリアのものなのだ。教えてくれ、どうすればレイリアを救うことができるのだ。そうか、お前はあの娘の知り合いであったのか。カーラに意識を封じられた者を救う術はない。その者を殺さぬ限りカーラの支配は解けん。それだけではない、カーラは己の肉体を滅ぼした相手の精神を乗っ取り新たな体を手に入れる。それゆえカーラを倒した者は次のカーラになる。同じ悲劇が繰り返されるだけだ。ではレイリアを救う術は残されてはおらんのか。だが可能性はある。カーラに乗っ取られた人間の体力を極限まで奪い仮死状態にできれば、あやつに支配された人間を殺さずにサークレットを取り外すことができるやもしれぬ。肉体を失ったカーラはただのもったいに過ぎぬ。サークレットを破壊すればカーラはこの世から消滅する。しかしお前たち6人の力をもってしてもカーラの魔力に対抗することは難しいであろう。わしは周囲の魔法を打ち消す力を秘めたワンドを所有しておる。持っていくがよい。お前たちがこの先カーラと対面することがあればその時にはこれが役に立つだろう。ウォート、私はファン王の言葉を伝えるためにここにやってきました。あなたに言わずとも分かっておる。わしにカーラと戦えと言いに来たのだろう。だがわしにはそんな気は毛頭ない。カーラもファンもベルドも皆共に戦った仲間だ。もうわしはあやつらが争うのを見たくはない。これがわしの答えだ。もっともファンはわしがこのように答えるであろうことに気づいているのやもしれぬがな。わしの話はこれで終わりだ。さあ早く戻るがよい、ファンのもとへ。
これしか道がなかったのか、ベルト。お主にこのロードスはやれん。征服する気などこのわしにはない。統一と征服は所詮同じこと。統一も征服もこのロードスにはあってはならない。ロードスには統一も征服もありえない。遅かったか。あの時わしがカーラを説得できておれば、このようなことには。いや、あやつはこれからもこのような悲劇を繰り返すつもりじゃろう。お前たちに頼みがある。カーラを倒してもらいたい。最も深き迷宮を抜けた先、ルノアナ湖に浮かぶ島にあやつは住んでおる。この指輪をお前たちに託そう。これを使いカーラの結界を破るがよい。頼んだぞ。エト様、ご無事で何よりです。今から思えば、父は全てを悟っていたのかもしれません。この戦いに勝者がないこと、そして自分の死期が近づいていることを。父がエト様たちがウォート様に会いに行かれている間にカノンへと向かったのも、皆様をマーモとの決戦に参加させたくなかったためだったのであろうと。エト様、カーラを倒しに行くおつもりなのですね。私はもうこれ以上人が争うのも人が死ぬのも見たくはありません。しかし皆様の決意は変わることはないのでしょう。これもまたファリス様が私どもにお与えになった試練なのでしょうか。私には分かりません。最も深き迷宮はルノアラ湖の近くにあります。どうかご無事で。
カア、いや違う、お前はレイリアだ。お前はマーファの神官ニースの娘だ。思い出せレイリア。無駄よ、その娘の意識はすでにない。存在しているのはこの私。カア、なぜだ、なぜベルドまで殺した。すべてはロードスを破滅から救うため。私はロードスを愛しているの。ふざけるな。俺たちは貴様に操られる駒じゃない。カラ、人の運命をもてあそぶ魔女め。
灰色の魔女カーラの野望は勇気ある者たちの力によりついえた。それぞれの目的を果たした英雄たちはそれぞれの帰路へ着いた。一人はスカウト、己の信じるままに生きる男、ウッドチャック。一人は賢者、知識を極めたる者、スレイン。一人はドワーフ、老練なる戦士、ギム。一人は神官、思考の神に仕える者、エト。一人は精霊、気高く美しいエルフの少女、イードリット。そして一人は騎士、真偽に熱き勇者、パーン。人々は彼を無冠の騎士と称え、彼とそしてその仲間たちが辿った旅の物語を長く語り継いだ新たなる六英雄の伝説として。Thank you.